こなのか。誰か100円の持ち寄らないか。1枚でいい。1枚でいい。あとで多くして帰ったよ。何でだよ。え、さっきの。さっきの。え、独自に絞る。あ、そうだ、400円ある。あるよ。じゃあ、これでいい。まあ、正確には475円。ここなんか大学になってる気がするな。毎度のことか。これ5000円でした。せめたら5000円。いやー、やめて。下ですか？帰っちゃったんですか？もう一回。はい。また貼ったくですか？嫌い。ジララのことはい、ジララ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 、はい、書籍なぜか書籍本系ですよ。書籍買えってことですか？書籍3000円分。地雷じゃないですか、ある意味。それは地雷です。自分で踏んだ時、まあ、全員結局買うんですけど、自分が食らったらどうなりますかね。不満なこと前提だったら誰も傷つかないからダメージにもなりませんよ。羅針盤で1000円以上。あ、それなら問題ない。もう一回地雷、飯に行きます。もう帰るルート行きます。飯、はい、あれ守備。あ、まだ、まだ残ってる。まだ生きてます。まだミクロがいるの。もうはさすがにミクロ出ないと思います。いや、向こうから行ってもらいます。いやー、怖えな。もうある意味上行かなくていいっすね。もうある意味ここでいいっすね。はい、いいよ。もし、もういないかすりゃさ、もうそろそろいいんじゃないのか。こいつは放送止めてくれないか。ちょっと待って。はい、ちょっともう一回教えてくれが。はい、ちょっともう一回教えてくれる。帰るよ。はい、これ帰るよ、もう。はい、飯違います。はい、これ、もう一回ですね。はい、これはブックオフだ。はい、優しいね。これ、アルシビリだ。はい、はい、地雷。はい、羅針盤で一人1000円以上。あの、ここは投げると落ちるんで。本当にいや、もう取ってるんで。どうしても踏まなければいけませんか。ああ、死んでもらうぞ。では、もちろん俺は当たらない。こういう風にできている。一応ですがライブでお願いします。もう一回。もう一回来たの。もう一回と何してんのかと。今どこまで起きたの。私もつい興奮してしまい300円かと思いきや160円。意味が分からないよ。もう一回。画面に見上げる。やったね。CD はどうするんですか。まあ、ここで CD だ。先ほど CD いや、もう買う CD ねえよ。羅針盤で3000円以上。なんかもう買うっていう選択肢も少しマネになってきたんじゃないですかね。なんかご飯時代とか作りますか。いや、もう一回。もう一回。俺ハンバーガー食っちゃったんですけど。もう一回。知らない。画面に見上げる。はい、メロンブックスで。ちょっと羅針盤の違い感じ使うとして。こっちも変わらんの。変わらないよ。こんなよくないよ。移動時代とご飯時代っていうのも一応あるんだよ。じゃあ羅針盤にしよう。羅針盤で3000円。もう一回ガネメ土産。セーフ。珍しい。ABC をもう一回。 ABC どれ。俺は C か。いや、俺は A。 だって A? B、C か。A、B、C。はい、わかりました。また見来るから。
わかりました。A、B、C。はい、わかりました。A、金目土産、セーフです。これ、上で3000円使ってもらいます。これ、もう一回。もちろん、これは当たらない。本当に賭けだな、これ。決めた人に死んでもらって。賭けなんすか、もう。ただはまだミクロは、何事もなく、スリアさんにしてくれ。ちょっと待って、それ何事もスリアさんにしてくれって。そうだ、セーフ。セーフか。うん。スロクラさんは、そっちは別です。当たる方じゃない。もう一回行くかな。セーフです。はい。ガネメ土産です。はい、上で3000円。もう一回です。A、B、C。そうか。ついに来たか。僕の方につらいか。A、B、C ですか。でもですよ。これだけは忘れないでください。移動時代です。え？何だっけ？あれなんだっけ？ハードディスク。あ、そうだ。これだけは忘れないでください。あのちょっと上か下でトイレに行ってもいいから。ああどうぞ。俺も上に行こうかな。